加減に。あ、そうか。帽子をちょっとこうやってない？あ、いいね。いいね。はい。あっちもね。あっち向いて。ちょっとこっち見よう。うるさいんだよ。いいよ。よくわかんない。よく取れたのが湖に入ってないけど。フラバンハイさんの姿があちらになります。フラバンハイさん。こちらに説明書きがありますね。で、噴火してどうやってできたか、この水の成分がどうやって光ってるのかっていうのを書いています。五色沼って言っても別に5個あるわけでもなく、5色あるわけでもないです。いろんな色合い、その時間帯、ね、なんだ私あの5個あるんだと思ってた、はい、で、また色味が変わってますよ、なちゃじゃあ、増やすの開けてみたら、
怖っ。こんな結構揺るんだ。見えた。割ったと思っちゃった。怖いで、怖い。びっくり。大きいね。すごい。すごい大きい。これ何？鯉だろう。鯉っていう。わあ、口開けて。餌欲しいんだね。うん。びっくり。